えー、40代半ばです、えー。私たちが生きている間、日本、地球は今とだいぶ変わってますか存続はしているんですかねこの30年でだいぶ気候など変わってて、壊れるスピードは思った以上に速いと思います。六三的喧嘩を教えてください。多分ほとんど何も変わらない派物です、僕。あの、その環境がとか二酸化炭素がって言ってる人たちは割とヨーロッパとかには大勢いるんですけど、その二酸化炭素が増えていることと、 温暖化が進んでいることが本当に人間がやったことの成果によるのかっていうのがわからないんですよね。今のところ僕が知る限りの情報で見てる限り、まだわからないが正解なんですよ。要は人間の成果もしれないし、で、まあもともとその地球って氷河期みたいなのがあって、その地球上ほとんど凍っちゃってましたみたいな時代もあれば、温暖な時期もあるので、なのでその地球のその温暖化とこうその氷河期の そのサイクルの途中なのであるという説でいくと、それは確かにそうだよねというのもあるんですよ。なので、あの、江戸時代とかって、その基金がめちゃくちゃ多かった時代とかあるんですけど、あの時代氷河期だったよねって言われてるんですよね。氷河期なので、その米とか畑の農作物とか作れなかったので、基金が起きて餓死する人がいっぱいいました。で、その時代からだんだん暖かくなってるので、人口ってどんどん増えてるよねっていう説だったりもするので、なので、で、まあ、仮に、じゃあその、 えっと、二酸化炭素が多くなりました。で、温度が上がりました。で、そのなんかえっ、ー、と、そのトンガだったりとか、割とその、あの、海、その、海抜の低い地域に暮らしてる島とかだったりが、水没してしまいました。で、その時に多分、人口は多少減ると思うんですけど、で、人口が減って、地球が困るかっていうと、あんまり困んないんですよね。要はその、人義的な問題で、人間が、そのなんか あの温暖化をさせました。で、じゃあ、その、いろいろ人間が住める地域が水没しました。人間が減りました。その温暖化の問題が減りました。解決しました。なので、地球としては良かったねって言われましたので、その、地球環境にとってどうかっていうと、あの、あ、人口減って良かったじゃんっていうので、多分で、動物は今まで通り普通に暮らすので、何の問題もないっていう。あの、チェルノブイリが、まあ、あの、わかりやすい例で、最近でいくと、まあ、福島もそうなんですけど、 あの、福島の原発の近所とか、あの、チェルノブイル原発の近所とか、人間が住みたがらないだけで、動物天国なんですよ。で、あの、そのチェルノブイルとかってめちゃめちゃ自然豊かでいろんな動物がこう栄えていて、で、福島も割となんかね、その、野良の動物すげえ増えてるらしいんですよ。 天敵である人間がいないから、あの植物も入るし、はその畑を作るぞとかでなんか虫殺すぜとか農薬ばらまくぜっていないし、動物も増えて、だってすごい自然豊かになってるんですよね。で、あの放射線って何が問題かっていうと、長生きすればするほどリスクが増えるんですよ。 ではその放射性物質がその放射線を出すことによってその細胞の中の遺伝子が壊れてでその壊れた遺伝子がたまたま壊れた状態で増殖をしてしまうというのは人間が長く続く生きていれば生きているほどその確率は上がるんですけどだいたい動物って3年とか5年で死ぬんでその5年ぐらいで死ぬと放射線の影響より他の動物に食われるとか寿命とかの方が早いんですよ だ例えばそのカエルとかだと、ま、2、3年で死ぬじゃないですか。そうすると、放射線の影響で死ぬとかよりも、単純に寿命で死ぬ方が早いんですよ。なので、その、50年以上生きますみたいな、ゾウガメとかであれば、放射線の影響はすごい気にした方がいいんですけど、あの、基本的には動物って、その、オウムとかでない限り、そんなに長生きしないんで、なので動物的には放射性物質が多いとかって、結構どうでもいいんですよ。 なので、あの、人間がその50年以上生きるから、放射線超怖えとか、放射能超怖えとか言ってるんですけど、人間以外の動物とか生き物とか植物からすると、まジ人間いないから超天国じゃねえっていうことになってるんで、なので、あの、こう、地球が崩壊してるみたいなのを言う方々いらっしゃるんですけど、人間にとっての環境が崩壊してるだけで、むしろ地球環境というか他の生物からすると、すごい生きやすい社会になってるんじゃないかなと思う。